ナーのりです。左のアートメイクの下が下がってんだよね、うん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 、だからこれ揃え、僕ね目の大きさ揃えるんだったら眉毛のね、うん、高さ揃えた方がいいと思う。この状態だと僕多分こっちをね右自分の右の下を描いて、うんうん、高さちょっと調整するかな。うんうんうん、なるほど、うん、眉毛はなんか上から描いた方がいいんですか下から描いた方がいいんですかとかよく聞く人いるんだけど、うん、その人の状態によって上から描いた方がいいのか、うん、下から描いた方がいいのかは変わってきちゃうのね。うん、今みたいにほら高さ違くて合わせてさ、はい、行こうとするときに今こっちの描いてるこの右の眉毛を上から描いたらどんどん高くなっちゃうでしょ。だから下から描いてんだけど、うん、例えば下、右と左の下のラインがあって、うん、こっちの上の高さが違うのと上から描かなきゃいけないから、うんはいうん、少し描いたら、うん、少しあのなんとなく合ってきたの分かる、うん、バランスがすごく、うん、良くなった。眉毛って今何も描いてないんでしょ。はい、あのオーダーした時に、うん、あの自分で手を加えなくてもいいようにしてくださいって、うん、多分普段よりもあの一般的な入れ方よりも濃いめに入れてくれてると思います、うん、あなるほどね、うん、のりさん的には入れない方がいいと思う。そうだね、こんだけ毛があるなら、うん、入れる必要なかったんじゃないただ多分ちょっと不器用でしょのりさん。そうだよね、不器用、うん、不器用だと思う、うんあ、全然違う、うん、もう少し眉毛太くするとまたさらにちょっと柔らかくなるの分かる、うん、眉毛ってなんかやっぱりねボリューム太さがあると柔らかくなるんだよね、うん、印象がね。ただ、うん、太くした時に濃すぎるとダメなのね、うん、だからそこがすごく難しくって、うん、だってさ、なんでさ不器用なの分かったかって言ったらさ、うん、だって眉毛のさ整えるのがさきっとなんかあもうこれ眉毛見てるとあこれちょっと眉毛苦手なんだなぁ。じゃあそのまんまにしてるじゃないですか、うん、だからどこからどこまで、うん、なんか取ったらいいとか分かんないね。分かんないし、うん、なんかあのアイメイク入れてる割に、うん、なんか自然な眉毛はあった方がいいとか思ってて、うん、だからこの状態。そっかそっか、うん、そこだったら分かる、うん、なんとなく、はい、うん、だからなんかこれ、うん、こんな感じにした方がいいって気がするな、うん、なんか目の大きさどうこうよりもね、うん、で、まあ、もしも眉毛描いた時にこれアートメイクも入ってるし結構色が濃いから入りすぎちゃって、うん、あーちょっと眉毛少しなんか僕今だと濃い気がするのね、うん、眉毛の印象がね、うん、だからそしたら眉毛にマスカラつけて薄くするかな。うん、うん、毛があるから。これ毛がなくって描くのだったらできないけど、うん、毛があるから毛がさ濃いとさやっぱ濃く見えるし、うん、アートメイクも濃いから毛を少しマスカラつけて薄くするだけ少し柔らかくなって分かる、うん、はい、うん、なんか こういう感じにするかな、うん、この色のあの選び方も大事ですか。ちょっと明るい色塗る、うん、明るめの色っていうのが、うん、同じ色塗ったらさ濃くなっちゃうじゃん、うん、で今描いて少し濃いから明るくしたいから、うん、結構明るめで大丈夫、うんうん、でもうベースがさアートメイクで色ついてるから結構明るめ選んでも全然違和感ないっていうか、うんうん、馴染む、うん、あ違いますね、うん、少しね、うん、ただやっぱね入ってるアートメイクの色がちょっとやっぱ濃いからちょっと描くだけですごくこう眉毛が濃く見えちゃうから眉毛を描くときは少しテクニックじゃないけど色のそのバランス見ながら調整するのが重要かもしれない。あのやっぱあの妹み極端なこと言うとね妹みたいになっちゃう眉毛って。で今ぐらいナチュラルな色にしてるときはこれぐらい眉毛はっきりしてた方が全体的にバランスが取れる、うん、っていうのがなんか締まるところがなくなっちゃうんだよね、うん、なんか全体的にほわーって柔らかすぎると、うんうん、だから眉毛はちょっと少し印象的に描いた方が
全体的にバランスがいい、うんうん、でさっきみたいに濃いリップの時は、はい、今ぐらい描いちゃうとちょっと強すぎるから逆に描かなくて平気、うんうんうん、こっちは上がないからここの上左はね、はい、で右は下ね、うんうんうん、それ高さだいぶ整ったでしょ、うん、これで、うんうん、左右が、うんうん、な感じかな。なんか顔が締まった気がします、うん、でしょ、うん、少しだけ抜いていい、うん、はみ出てるとこ大丈夫です。これいらないとこ多分抜いといた方が分かりやすいんだと思う、うん、でも僕だったらこれぐらいナチュラルの時は少しアイライン入れてもいいかもね、うん、逆に、うん、うん、少しだけね、うん、アイラインもなんか薄いブラウン最近買ったのこれそのこの、うん、なんだっけなんとかっていうアットコスメか、はい、っていうの原宿のとこ行って、うんうん、すごいのなあそこなんか大きくて何でも手に入る、ねうん、でもなんかね汚くて着ないなって分かります、ね、分かります、うんうん、なんかだってさ試供品とかもさすっごいすっからかんでさそうなんでこれお店に店員いるのになんての、うん、見てないんだろうとか ねしてないでしょだからすっごい汚いよね分かります、うんうん、もうだから二度と行かないけど、うん、なんか僕ラブライナーっていうのアイラインの時になんか送っていただいてすごい気に入ってたラブライナーがあって、はい、でそこれペンシルが出ててでウォータープルーフで一番使いやすかったのね、はい、何が良かったかってこのペンシルが細くなくてこう、うん、なんていうのきしめんみたいな感じ、うん、なのねだから描きやすそうとか思ってうんラインを描くっていうよりはこのまつげとまつげの間に少し色を入れてあげるような感じ、うん、で伸ばさなくて大丈夫ふみさんの、うん、色はねブラウンの方がいいと思います黒だと強すぎちゃうからうんうんうん、うんはい、マスカラは絶対黒がいいんですけど、はい、アイラインに関しては目を強くきつくしすぎたくなかったらやっぱブラウンとか、うん、柔らかい色おすすめ少し皮膚を外側に引っ張って、はい、でブラシを外に動かすんじゃなくて外から内にこうやってぼかす感じ、うん、いい感じ、うんまあ、なんかその自分メイクがうまかったから、うん、今日フルで落とさなかったけどあとなんか少し足すだけでこんだけなるよっていう感じかな、うんうんすごいさすがですねいやいやいや少しさっきはこう感じだったでしょ、うん、こっちは上がっててこっちはちょっとストレートっぽい感じ、はいうん、これだけバランス良くなったら、うん、写真撮っても、うん、あの綺麗に写りそうな気がしますえもともとそんな綺麗だからいや全然なんか左右の非対称さがやっぱり写真気 に、うん、気になってたからそっかそっか、うん、そうだね二重の幅が違う上に、うん、眉毛のこの角度が違うと、うん気になっちゃうかもね、うんうん、なんか全然今気にならない、うん、目のねその二重の幅を気にしなくて全然 OK で、うん、そこ直すよりは眉毛の高さ、うん、角度と太さを合わせることにフォーカスするのがすごく重要だと思う、うん、ルミさんの場合はね、はいうん、であとはやっぱり柔らかい口紅の時も濃い口紅の時もやっぱ少しチーク入れると、うんうん、違うでしょ本当に、うんこんな感じかな、うん、これ状態で色使いたいっていうんだったらこれぐらいでもいいんじゃない、うん、すごい新鮮、うん、今のこのナチュラルに合わせるんだったらこれぐらいかな、うん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 、いいですね、うん私も今日はこのチークの威力に驚いていて、うんうん、あのチャレンジしてみます、うん、ぜひぜひ、うん、これぐらいの濃さがいいと思います、うん、ありがとうございます、うん、いいんじゃないですかこれぐらいで、うん、すごく嬉しい、うん、この自分の年齢になってこういうのを、うん、あの楽しめると思えなかったので本当に、うん、嬉しいです、うん、全然楽しめるよ、うん、ただそれのやっぱり年重ねた時のメイクの注意はやっぱバランスなんだよね、うん、なんかラメも使えるしいろんなの使えるんだけど、うん、普段から
メイクそんながっつりして頑張ってるのって見られちゃう年齢に入ってくるから、うんうん、なんかやっぱ大人でいろいろ経験してるから、うん、そこのさじ加減バランスをうまく取ってるなっていう風に見せるのが一番いい気がします、うん、そうですね、うん、毎日このメイクじゃなくて何でしょう、うん、たまにこういうメイクで現れるとか そういう意外性とかもいいですよね。そう、それが大事、うん、うん、いいと思います。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。とんでもないです。ちょっとメイク楽しんでみてください。はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。